はいどうも、妖怪三国志国取領図今回もやっていきます。ログインボーナスいいねフェスガシャがね始まってますよね。22日のこのイベント中だよね。小生孔明が出てますね。かなりいやらしい非属性ダメージということでマイティドッグに効くね今のね。いやらしいねじわじわダメージもあって、護衛容器減少ってすごいね。カゴスキルもかなりね反射がすごいね。こんな反射があったらなんかすごいね。相手にいたら最悪だねこれね。そして超カゴスキルがねプリチ速へダメージアップということで、本当にまさに今のマイティドッグにすごいいいね。国取り戦の訓法も 20% アップということで、いいんじゃないですかね。周囲もね今出てますよね。 0.35% ってすごい数字だけど、まあって感じですかね。はい、じゃあ今回はね前回の動画でも話したんだけど、次回のねイベントがメンテナンスの中で妖怪大遠征に決まってますので、で妖怪大遠征のね、ちょっとしたポイントのねお話をしたいなと思います。じゃあまずはちょっとお楽しみから。そろそろこの気力も体力もいつも嬉しいんだけどね。まあまたいいのが出るのを期待かな。さあ一応ね、妖怪大遠征ってやつはね毎月やります。で3月もあるし2月もあったって感じで、自分はねそんなにこのイベントは力を入れてなくて、まあ、2月の時はね遠征レベル10までやったんだけど、3月はね先月は遠征レベル8ぐらいまでやってました。でね、まあ、その理由も含めてねちょっと話をしていきたいと思います。あ、それであとねスコアアタックね金貨が2倍になってますね。だからまたね周回ラストスパート頑張ってやりまくりたいね。この辺フェスガシャチケットね今ね群馬市がね3枚しかないんだよね。だからどうしよっかね。10枚なってから引きたいタイプなんだよねまあまあちょっとこれはまた今度考えます。でね妖怪大遠征はね宝箱がね5種類のレア度があって、それをねドロップしていいアイテムゲットしようぜっていう、まあまあお助けみたいなねいいイベントだよね。そんでね武功フィーバーってのがあって、まあこういう武功フィーバーの時にまあやると、まあ、遠征レベルが上がりやすいっていうところですかね。まあ、これはねやればね必ずウィスパーが説明してくれます。そして特殊ボーナスはねまあね多分フェスまたガシャがね追加されるんだけど、特殊ガシャ妖怪を持っていくとまあポイントねアップだよっていう話だよね。そしてね前回そうだったんだけど、また今回もねきっとなんか追加されるんじゃないかなというところで、妖怪大遠征でしかね入手できない限定アイテムもあるので挑戦してみようということでね、前回はね鬼王螺旋の紹介状も追加されたんだけど、まあ基本的にね紹介状とかあと○○の玉ね群馬神の超加護スキルあの辺上げるね力の玉とかね、ノーマルの玉とかこの辺をねゲットもできるって感じかな。そしてやっぱりねあとそうだねクエストを達成するとまあ宝箱ゲットできてまたねレアアイテムゲットできるっていうとこですかね。そしてね今回のね今回つかまあ争奪戦の妖怪大遠征のね一番のポイントはこの争奪戦アイテムをねしっかりゲットしようっていう話で、まあ一応おすすめはこれだよね、紹介状だよね。で時間によって
紹介状がこういう風にあったり、まあ、小生の証とかね、あったりするんだけど、まあ、こんなね感じでドンドロがね、二重字のところで、2つに分かれてるのもある通り、こういう紹介状はね、まあ、ほとんど10分以内でねなくなっちゃうんだよね。だから紹介状が、まあ、あの開放されてる時間、こちらについてはね本当にもう20時だったら20時から、20時半だったら20時半からっていう風にやらないと、もうすぐねみんながゲットして在庫がなくなっちゃうんでね、注意してほしいなと思います。ザ・シャークなんかもね自分は欲しいなと思ってます。福禄寿の紹介状もあったり、あとはねこういうねすき焼き系も、あるっていう感じかな。まあ自分個人的にはねもう断然ワルノリンの紹介状をゲットして、あとはそうだな、破壊だね、ワルノリン破壊、これ本当は連続でね出てほしくないんだけど、このワルノリン、ドンドロ、破壊、この辺をね確実にゲットしていきたいなと思います。ただまあね紹介状って使ってもねスカウトチャレンジだよね。まあ結構ねドロップしないので、まあ自分は個人的にはねこのイベントは、魔法寺をね使わないでやろうかなっていうふうに思ってます。でそのねやり方についてはねまた次に説明しますね。群馬コン S とかもねいいよね。という感じで何日間、3日間ぐらい、おそらくね最後ヨーマコンで、まあここはねほんとボーナスステージっていう感じで進めていく感じですかね。で妖怪大戦はねこんな感じになってて、で普通に1000、2000で 1.1倍、3000で 1.5 倍とかってあって、まあ3000でね宝珠50個1回使って、3000で 1.5 倍っていうのを解放してからやった方が、まあレベルは上げやすい、遠征レベル上げやすいし、まあレアアイテムドロップしやすいんだけど、でこのイベントはね宝箱を開くためにこの真ん中にあるね、鍵のね今20パワーだけど鍵が必要になってくるんだよね。でまあこうやってまあ普通に1000とか、まあ、選んで戦ってね、まあ上に行くほど武功がアップするんだけど、そんでね倒していくとこうやってね宝箱を獲得ってなって、このね宝の鍵でね開けていきます。でレアのね宝箱についてはもっとね、たくさん鍵が必要になってきます。でこうやってね、体験ゲージ玉とか、まあ赤い宝箱はまあ鍵の消費が少ないんだけど、こうやってアイテムもまあそこそこって感じになってくって感じかな。でねさっき言った争奪戦アイテムは一応ね私聞いてるのは金の宝箱からは出るって聞いてるんですけど、まあほぼほぼねこの一番左のねレアなね宝箱のレインボーのね宝箱を開けば、今のところ自分の経験だとほぼほぼ 100% で落ちてきてるかなってとこです。で赤だとかねこの銅とか銀とかでは基本落ちないので、数はこなせるんだけどその期間でねすごいおすすめじゃないです。なのででね、あと自分がやる中で一番のポイントがここでね、今ね次回ドロップ確定って宝箱の下に左下ぐらいに書いてあるんだけど、この時に争奪戦さっきね見てたやつを合わせて確実にゲットしようっていうところをねやっています。普段はね次回ドロップじゃなくて最初はねここである通りあと50回開けるとプラチナ確定ということで、まあ基本は最初50なんだけど、まあ、それ50開くとこうやって次にね戦った時にプラチナ確定っていうことで、これがね3回か4回ぐらいはねやれるので、50回開くの3回はできると思うのでね、その3回で確実に欲しいやつをゲットしてほしいなっていうところですね。でこうやってプラチナ確定して出てきて、まあ私ちょっと挑戦失敗したんで宝の鍵がねこの時20個なかったんでダメだったんだけど、まあこうやってね宝の鍵は何個か30個くらいもらえるんで、こうやってね宝の鍵をまあ追加して確実にね
プラチナの宝箱をゲットするのがいいのかなと思います。でこの中でね、私前失敗したんだけど、まあ、例えば宝珠使う場合も、あの真ん中と下がある通り、宝の鍵を宝箱を開ける分回復とね、最大まで回復っていうのがあって、私ね間違えてね最大まで回復を今までずっと押してたんで、これね注意してくださいこれねミスってね、私今まで真ん中押しちゃってたんでね、もし宝珠使う場合はね、あの宝珠開けるまで回復でいいのかなと思いますね。はい。なんでまあ20宝珠使ってね、ガシガシ宝珠使ってね、まあ今回はこの前回私ね本意ではないんだけど、小生の証ね、こうやって確実にゲットできたんで、まあこのプラチナ確定の時にね、あの合わせて自分の欲しいあの争奪戦ドロップをね合わせるようにして、このイベントやるといいのかなと。まああんまりね気合い入れてやってもね、結構自分今までね空回りしてたんでね、このイベントについてはね結構おとなしくやってますね。なんでねこのイベントについてはね、自分は紹介状、そうだな、ザシャークとワルノリンと破壊、これをね1個ずつ3個ゲットできればいいかなっていうね目標を小さくあのやろうと思ってます。まあ一応宝珠ねこのイベント使わないでやろうと思ってるんで、まあ皆さんもねあの宝珠使ってガシガシ取るのもよしですし、まあうまくねあの調整してやってみましょう。はい、じゃあこんな感じですかね。はい、そしたらね最後までご視聴いただきありがとうございました。今回ね妖怪大遠征の話をしていきました。スコアアタックもね750以内がかなりピンチな状況になってきてね、またねコンティニュー使って頑張りたいと思うんですけどね、報酬がね今ね金貨ねアップ中なんでね、これを機会にねもうガシガシやりまくってね、特に今フェスガシャが来てるんでね、このフェスガシャチケット軍か、軍をねやりまくりたいねなんとかね10連する、あと7枚かな、あと7枚あれば10連できるんでね、まあいい機会なんでねちょっと頑張りたいなと思いますね。はい、じゃあスコアタックねまだまだあと土日月とねありますんで頑張っていきましょう。はい、じゃあどうも最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらねあの妖怪大遠征ねもっといいやり方ある方はねどしどしコメントなどで教えてください。はい、じゃあそれではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。